さんこんにちは、うんさんです。どうちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。私が前回台湾に行った時に不思議だったことをまとめてきましたんで、皆さんに伝えていきたいと思います。21個あります。ありえない多すぎるでしょ行くたびに不思議に思うことがあって、その不思議だったことをメモしてたんですよね。そしたらなんかいつの間にか21個ぐらいあって、それをね皆さんに今回はシェアしたいなと思いまして動画撮りました。第1句、傘を使わない。刚好我跟文章去的那个时候还蛮常下雨的。まあ私は折りたたみ傘を持ってきてたんで、基本的に折りたたみ傘を差して歩いてたんですけど、台湾の人はね傘使ってないんですよ。雨が降ってないかのような感じで歩いてるんですよ。他有点太夸张了，因为是毛毛雨，很多人就没有撑伞。日本人の人たちは髪型とかすごい気にするんですよ。ちょっと気にしすぎるところがあると思うんですけど、ちょっとの雨でもすぐ傘を差すんですけど、台湾の方たちはもう気にしない。こんな感じがかっこいいなと思いました。我跟文章那个时候我记得要出一家店的时候，我们看路上的人都没有撑伞，应该没下雨，结果出去之后竟然有在下雨。 D アボケンタッキーのエッグタルトが美味しい。これはねびっくりしました。以前からルーちゃんがちょくちょく言ってたんですよ。日本でエッグタルト多分売ってないんですよね、ケンタッキーで。私の印象的にはもうチキンのイメージしかなくて、エッグタルトの印象がなかったんですけど、ルーちゃんにね前台湾に行った時に行かせていただきました。めちゃくちゃ美味しかったっすね。めっちゃ外サクサクで、もう中とろーりのエッグタルトでめちゃめちゃ美味しかったです。台湾のみんなはケンタッキーは唐揚げ屋さんに見せながら、実際はエッグタルト屋さんっていうぐらいですもう本体がエッグタルトみたいな。そうマジ美味しい。 D3 号ドゥドゥン、店員同士で基本的に話してる、またはスマホを見てるです。これはね結構びっくりしました。店員さんがもう普通に話してる、普通に携帯こうやっていじってコリコリみたいな、そんな感じだったんで結構驚きました。日本では基本的にはもう接客業っていうのはお客様第一で考えて、常にねこんな感じで硬い感じなんですけど、台湾と日本の中間ぐらいがいいかなと思います。続きまして D すご、24時間空いてる屋台がたくさんある。まあこれはちょっと屋台って言えるのかわかんないんですけど、ルーちゃんと夜10時か11時ぐらいに朝ごはん屋さんみたいなところが普通にあって、一緒にね単品を頼んだり。これはね豆浆店っていうところで、確かに24時間かもしれないね。普通にパジャマ姿で大きいドリンクを買いに来る人とかも結構いたんですよ。ああいうお店ってあまり日本ないなと思って、あったとしても居酒屋みたいな気軽に入れるとこじゃないんで、そういうところはねすごくいいなと思いました。 D ウゴ、バスの時間がわからない。日本のバスはバス停があって、そのバス停のところに時間書いてあるんですよ。月曜から金曜はこの時間。台湾はそれが全くなくて、近くにいた台湾人の方に聞いてる時にはアプリで確認するんだよ。え、感じでちょっとびっくりしました。確かに今の時代はその携帯基本的に皆さん持ってるんで、アプリで確認するっていうのもありだなと思ったんですけど、子供の頃からバス停にあるその時刻表を見るっていうのがすごい、もうバスに行った時にすぐすることだったんで、そこはねすごいびっくりしました。 D 良子、まあこれもバス関係で、バスは人を待たずに出発するです。ルーちゃんにねバス乗る前にバスすぐ出発するから気をつけてって言われたんですけど、何のことかなと思ってたんですよね。まあ入ったらもうほんとすぐ閉まってすぐブーンっていって、うおーみたいな、あれ結構びっくりしましたね。基本的にあの日本は必ずあの座ってから出発する。 D 死後、地下鉄は全て人が落ちないようになっているです。いやこれはねほんと素晴らしいなと思いました。感動しました。結構ね、日本でも人が落ちないようにホームにガードしてるものがあるんですけど、全て終わってないんですよね。人身事故が起きちゃったりとか、人が物を落としちゃったりとか、結構それでね、遅延することが多いんですよ。台湾の地下鉄行った時に、私が行ったとこは全てだったんで、もう全てかなと思ってるんですけど、あれは素晴らしいなと思いました。もう整備がね、行き届いてる。これはね、日本も見習ってほしいところだなと思います。D、バゴ、鍋屋さんは自分でソースを作る。鍋屋さんに行った時にソースをね作ったんですよ、2回目行った時も。でその時はあ、このお店はそういうシステムなんだなって思ってたんですけど、今回台湾行った時に基本的な鍋屋さんはソースを自分で作るっていう、すごい驚きです。日本は決まってるんですよ、この鍋にはポン酢、この鍋にはごまだれみたいな、店側が提供したものを食べる。でも台湾行った時にもう自分でねネギとか薬味とかをねいろいろ入れて、なんかいろいろ混ぜて食べるって楽しかったですね。ぜひね日本人の方もねいろいろ体験してほしいです。 D
台湾の鍋屋さん本当に美味しいです。那你最喜欢什么火锅的呀？锅碗。また锅碗。一二三四五六七八。ジョ。D。ジョゴ。食べ物は基本的に持って帰れる。ルーちゃんと食事に行った時にすごい量出てきたんですよね。これどうすんの？残しちゃう、食べれないって時に、あ、大丈夫大丈夫、持って帰るから、ここの店だけだなと思ったんですけど、ルーちゃんに聞くと基本的にそういうご飯屋さんとかは持って帰れるんだそうですよ。まあ日本はね、結構持ち帰りできてもしない人が多いんですよねっていう話。日本はそもそもその文化がないんで、そう台湾は結構ある。打包っていうの、打包、そう、これダボンでお願いしますって言ったら、店員さんが綺麗にやってくれて、こっちが持って帰るだけ。そうそう、びっくりしたのが、また結構日本はね、自分で入れるところとか多いんですよ。このタッパー渡すんで、あと入れといてくださいみたいな。台湾のとこはもう店員さんがね、その場でもう全部やってくれてて、あれですね、素晴らしいなと思いました。 D、 スゴ、台湾の交通量が激しいです。以前はね、タクシーとかあまり乗らなかったんで、歩いてて、あ、バイク多いなーぐらいの感覚だったんですけど、今回ね、台湾のタクシーに乗った時に、怖くて怖くて、ほんとね、車間距離これぐらい、ほんとに、すごい近いんですよ。日本だったらもう絶対煽り運転になるぐらいの、もう皆さんやられてる。まあ、そのタクシー運転手さんが悪いんじゃなくて、台湾の交通が多分そうなってるんだと思うんですよね。D、スイゴ、信号の時間が書いてある、です。あれ結構可愛いよね。こうやって走ってる、あれ子供なのかな。で、時間がね、近くなるとめっちゃ走るんですよ。最初はね、歩きぐらいなのに、どんどんね、速くなって走る。あれね、すごくね、分かりやすいなと思います。時間書いてあるのはすごく良くて、日本のとかだと、あとピッカピッカするだけで、台湾の信号はあと何秒って書いてあるんで、行ける行けないの判断がすぐできるなと思ったのは、すごくいいところだなと思いました。B、スアゴ、暑いのにダウンコートを着ているです。これはね、皆さんにとって暑くないのよ、寒いのよ。私はこれにちょっと薄めのジャケットを着てたぐらいなんですけど、それでも暑くてジャケット基本的に脱いでたんですよ。なんですけど、周り見るとなんかすごい寒そうにダウンコートを着てる方とかいて、びっくりしました。寒い国行ったらどうなっちゃうんだろうみたいな感じですね。B、スサンゴ、吉野家はレストラン。いやね、これもびっくりしたけど、吉野家ってやっぱり日本のイメージだと、もうサラリーマンとかが気軽に入って注文したらすぐに提供されて食べて安めのね、一人でも行きやすい。実際ね、私も大学生の時に結構行ってたんですけど、台湾に行った時はすごいね、ファミリーレストランみたいな感じで、結構ね、広い店内で、しかもなんかカウンターだけとかじゃなくてテーブルも結構あって、すごいね、快適な空間だなと思いました。日本はあの簡単しかない店も結構あるんで、ある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 。台湾の方はファミリー層でも行きやすいような感じ。しかも種類も豊富なんですよ。なんか見た目は吉野家なんですけど、なんか吉野家っぽくなくファミリーレストランだなと思います。D、ス、スゴ、ビンランという嗜好品があるんです。街を歩いてると結構ね、下に木の切れ端みたいな結構落ちてて、あれこれ何みたいな、純粋にルーちゃんに聞いたんです。あ、ビンランだよみたいな。いや、もう本当にね、日本にはそういうものがなかったんで、こういうのがあるんだって感じで。 D、ス、ウゴ、G がいないです。前の話と矛盾してるよ。そう、前夏頃に行ったんです。すごいね、 G がうろちょろしてたんですけど、今回冬の時期にほとんど歩いてるやつはいなかったですね。すごいと思いました。日本の方があるよ。そう、逆に日本の方がなんかちらほら見るなぐらいで。 D、 ス、両語、朝ごはん屋がたくさんあるです。日本はね、もう朝ごはん屋っていうのがそもそもなくて、台湾行った時に朝ごはん屋があるっていうのはすごい驚きました。普通に前、朝ごはん屋の店がただただあるんだみたいな、そこにわざわざ連れてってくれたんだと思ってたんですけど、今回行った時はもうすごいあるんですね。それね、すごいパラダイスだなと思いました。実際に朝7時ぐらいに起きて外に出て、朝ごはん何にしようかなって選べるんですよ。日本はそこがないんで、そこはね、すごいいいなと思いました。台湾行ったら太るなと思いました。 B、 ス、チゴ、台湾人と日本人の対応の差が激しいですね。これもね、まあちょっと言っていいのかなっていうのはあるんですけど、ちょっとつらかったんだよね。そう、あのルーちゃんと私で普通に街歩いてて分かんないことがあって、ルーちゃんがね、先に聞いたんですよね。なんかちょっとあんまりいい対応じゃなくて、ちょっときつめの対応だったのかな。で、その時に俺が日本語でどうしたの？聞いた時にすごい優しくなって、丁寧になんか日本語で教えてくれたりとか、中国語で教えてくれたりとかしてくれて、対応が違うのかなと思いました。
まあ、これは日本人に限らずだと思うんですけど、観光の人に優しいのかなと思いました。リスバゴ、トイレにティッシュの自販機があるです。お腹痛くてトイレ行ったんですよね。普通にティッシュペーパーの自販機があって、なんでこんなとこにあるんだろうと思いながら入ったんですよね。そしたらトイレットペーパーがないんですよ。拭くものがないって思って、もうすぐに出て、ちょっとルちゃん中継貸してっつってティッシュペーパーを買ってもらいました。こちらとなります。記念すべきの、はい、こういうのが本当に役に立つんだなと思いまして台湾に行く日本人の方はこういったねティッシュペーパーを必ず持った方がいいです。リースジョゴ、浴槽が少ない。まあ、基本的にホテルとか家とか行ってみると、もうシャワーだけ、もう浴槽が普通にないんですね。日本人は浴槽に浸かるのが好きな人が多くて、台湾の方はあまり浴槽に浸からないのかなと思いました。 B アスゴ、台湾のチャイムが面白いです。ルーちゃんと遠距離の時があって、私は日本でルーちゃんが台湾の時、結構ね帰りの時にルーちゃんが電話をかけながら帰ってきてくれたことがあって、入るたびにね、なんだこの音はみたいなことがあったんですよ。どうぞ。ペーン。そう、台湾のあのチャイムはなんか日本みたいにピロリンピロリンとかそういうのじゃなくて、ブーブー。結構ねあれはね爆笑してました毎回。あれ結構ね驚きました。じゃあ続きまして最後のアースイク、エスカレーターの立つ位置が逆です。東京は左側が基本的に人が立って、台湾はその逆で右側に人が立って、大阪行った時もその感じだったんで、はい、以上で21個の私が驚いたところを説明しました。多すぎるもし日本人の方見てくださって共感できると思いましたら、またコメントください。あと台湾人の方が日本に来て驚いたこととかコメントしてくださると嬉しいです。 See you next time! バイバイ。バイバイ。君と終わらない歌を歌う。